はい、どうも。ナナです。さやかです。ナナさやです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、私たちの顔と名前だけでも覚えて帰れよ。しょっぱなから偉そうかいね。ちなみになんですけど、今日ね、このたくさんの方来てくださってますけど、今日なんかあるんですか？いや、あるよ。芸人ザムービーリターンズ今公開してましたよね。芸人ザムービーリターンズ、うん、知らんな。いや、知らんわけないよ。知らんわ。強烈におもろい映画やで。強烈におもろい映画。そうや。はい、あれね。あれ言ったって。あの、舘ひろしさん演じるスターが免許取るために頑張る映画でしょ。全然違う。あれは免許がない、うん、ちゃうの？ちゃうよ。免許がないはお墓がないと並ぶ90年代の代表コメディ作。やっぱ詳しいな、その辺。さすが昭和生まれですね。誰が昭和生まれやね。コメディ映画。そうですよ。あ、はい、あれや言うたって。あの、キャンプ場にお面つけたお兄ちゃんが脅かしに行く映画でしょ。いや、それは13日の金曜日ですよ。あれ、あんたコメディやと思って見てた？ちゃうよ。あれは思いっきりホラー映画ですよ。あ、そう。ほんで、あんたジェイソンのことお面つけた兄ちゃんって呼んでんの？みんなそう呼んでますよね。呼んでへんやろ。いや、私が言ってるのはね、うん、芸人ザムービーリターンズ、うん、このいっぱい笑っていっぱい泣ける青春コメディ映画ですよ。青春コメディ映画ね。そう、はい、分かった。分かりましたよ。じゃあ言うたって。関西有数のお嬢様学校難波女学院、その中でも伝統あるお笑い部の部員たちが巻き起こす青春コメディ第2弾。おー、もう知ってるやん。もちろん知ってますよ、そりゃ。最初から言うてよ。いや、これにもお面つけた兄ちゃん出てくるんでしょ？出てけへんわ。もうええわ。ありがとうございます。